新年一発目の GRWM ということで、メイク動画プラス Vlog を撮っていきたいと思います。どうぞ。新居に来ております。来ておりますっていうか、新居3日目の朝でございます。1日目と2日目はもうね、ひたすら段ボールを片付けたりとかする日っていう感じで、割とね外の予定とかは入れてなかったんですけど、今日からね通常運転でやっていくぞということで、コンビニで朝からカフェラテをゲットして来ました。もう朝って言ってももう11時ぐらいなんですけど、これをつけます。パソコンとカメラがあれば正直ね、どこに住んでても、まあ、やっていけるっちゃやっていけるんですけど、ちょっと改めてね、いろんな環境を整えて頑張りたいなっていうことで、今回整えてみたんですけど、まだね完璧じゃないんですけど、全然向こうのお家もまだ引き払ってなくて、まだね最後の立ち会って一緒にこう傷がついてないか確認したりとかしに行ったりとかもね、まだこれからしないといけないから、もうちょっとね、まあ、通常の日々が始まるのは先かな。なんかそういう後始末的なこともいろいろやって終わりなんだけど、ひとまず無事引っ越してきましたっていう感じですね。なんか引っ越す理由とかについて話した、めっちゃ喋った GRWM も出ているので、まだそっち見てない方はね、そっちも見ていただいたら、よりなんで引っ越したかとか、今私はなぜ一人で暮らしているのかとかいろいろね、はい、まあ、離婚したんですけれどもうもはやさ、もうなんか離婚したっていうのを初めはさ、なんかあんまり口に出さない方がいいかなとか、初めて見てくれた人とかもこの動画でもいると思うんですけど、結構さ「えっ?」みたいな「どういうこと?」みたいな初めから結構こう衝撃強めな感じになっちゃうから、あんまりね初めの離婚したての頃は口に出したりしてなかったんですけど、まあなんか隠したりするのも違うかなっていうことでやっていこうかなと思います。まあね、変にネタにしたりとかは無駄にこういっぱいね、そういうことについて話したりしないけど、そう、まあ隠すことでもないかなという感じで思っております。シカパックしました。これなんか化粧水代わりに洗顔した後すぐにそのままつけたりしていいらしいです。で、今日はこの後いっぱいね、もうね春のお洋服だったりとか展示会がいっぱいあるので、今日はみんなと一緒にそこら辺を巡ったりとか、お家も新しいお家のルームツアーもしたいかなと思うんですけど、まだね本当に片付いてなくて、っていうかね、私まだねこの家のゴミ出しの場所が分かってないんですよ大家さんとどうやって連絡すればいいのかもよく分かんないし、本当にね難しい。カネボウのオンスキンエッセンス F 使います。前の家は風呂なしアパートだったのでお風呂がついてると思って、昨日ねゆっくり初めて夜入ったんですけど、私の湯船だみたいな。でも本当にね、こう引っ越してきてから毎日、今日も朝さ、コンビニが近いんですよこのお家は。ちょっと右に行ってちょっと歩けば本当に1分2分ぐらいでコンビニにたどり着くんですね。すごーって感じで、だからもう本当にこう昔はさ、ため買いしたりとかして、ちょっとコンビニが歩くから無駄にため買いしちゃったりとかして、食べるの忘れて賞味期限切れちゃってたりとか、そういうさ、地球にもなんか自分のお財布にも悪いことをして、あ、せっかく料理作ってくれた人がいるのにごめんって思ったりしてたんですけど、ため買いする必要もなくなったし、ハッピーですね。コンビニでため買いしてないんで、ちゃんと料理を作れっていう話なんですけどカネボウのクリームインデイを使います。朝ね、ここのお家は本当に日当たりが良くて、日がねすごい当たるんですよ朝から。なんか朝自然に目が覚めるようなお家なんじゃないかなって思ってます。低層階マンションなんですけど、低層階マンションの一番上の階なので、なんか直にねこう空が見える気がするというか、すごく日当たりもいいし、なんか朝から前向きな気持ちになれるようなそんなお家に引っ越してきました。なんかさ、この家に引っ越してきたから Vlog もいっぱい撮れるようになりそうな気がしませんか？部屋も頑張って片付けていきたいなって思ってます。でそしたらジル・スチュアートのサムシングピュアブルーセントイルミネーティングセラムプライマー01番を使います。ハイライト通りにね、ハイライトとしてのせたりとかするのもおすすめなんですけど、今日は下地代わりにがっつり塗っちゃいます。出力も結構あってカバー力とかはないんですけど、ツヤっとしてくれるから、発光してお肌が綺麗に見える感じかなと思います。01番はちょっと白っぽいパール感がある下地です。なんかこれ結構人気ですよね。多分ジル・スチュアートの中でも有名な商品だと思うんですけど。そしたらこちら RMK リクイドファンデーションフローレスカバレッジの100番使います。これ気に入りすぎてお母さんとかお姉ちゃんとかみんなにこれがいいよって紹介してる。ナーズのクッションとかもね、お母さんに紹介してるんですけど、今はこれがすごい気分ですね。そう、スパチュラもね買ったんですよ。流行ってるから、Qoo10で買ったし、Qoo10の目代わり、もう今回Qoo10目代わりのさ、なんかおすすめ動画とか撮るタイミングを失ってしまって、結局多分出せないかなと思うんですけど、今年最後のさQoo10の目代わりなのに。でも私は普通にお買い物いろいろしてるので、みんな何買ったかな。私はヒースとかも買ったし、あとパックとかね、スキンケアに最近ハマってるので、ちょっと今ここにニキビできてるけどね、スキンケアに一応ハマってます。コンシーラー、デュアルコンシーラー、私的には固形のやつがピンポイントでのせれるから、なんかこうニキビとか隠す時に固形の方を使うのが好きなんですけど、でも視聴者さんがね教えてくださったんですけど、なんか公式の使い方的にはどうやらこっちの固形が広い範囲に塗って、こっちのリキッドの方がなんかピンポイントにニキビとか隠したりするようらしいです。でもなんかさ、固形の方がさ、こうやってピンポイントにのせやすいんです。そうで、今ね顔はね、まあその目立つ表面的なところのニキビは少なめなんですけど、なんかやっぱ冬ってヒートテックとかさ、あとここら辺首周りにさ、なんだろう、タートルネックとかを私はよく着るので、なんかここら辺が一気にまた荒れちゃって、もう今ちょっと落ち着いた方なんですけど、荒れてしまいました。ここら辺のデコルテも結構さ、ちっちゃいプチプチができてて、そう難しいよね。冬物ってなんか私荒れやすい気がします、お洋服。パウダーはね、最近アットコスメでゲットしてたメイクアップフォーエバーのウルトラ HD ルースパウダーを使います。結構ねアットコスメ大好きで、ちょいちょいアットコスメ購入品をしてるんですよ。購入品をとか言って購入品紹介とかもね結構やっていきたいんですけど、毎月ね購入品、今月の購入品っていうのをね定番化したいなって思ってるんですけど、もう本当にね先月とまだ今月分もやってないから、10月11月の購入品紹介、まだ紹介しきれてないやつをザザッと紹介したりしたいなと思ってます。クリスマスとかお正月とかいろいろあるし、っていうかブラックフライデーだよね今だからあれ欲しい、私家電でストーブみたいな、電気ストーブみたいなのとか冬に使えるあったかグッズが欲しくて、Qoo10目代わりの第3弾まだ使ってないので、安くなるチケットQoo10でなんか買おうかな。そういうのなんかコスメとかスキンケア以外もQoo10いろいろね売ってるから楽しいですよね。これがね結構サラサラになって、すっごいね私が好きな感じ。サラサラになるのに粉々しくならない系で、粒子がすごく細かくて好きって感じ。なんかミニタイプで売ってて、マックとかメイクアップフォーエバーってこういうちょっとちっちゃいタイプで売ってるんですよね。いろんなアイテムが、リップとかも確か売ってて、それがすごい便利だなと思って好きです。なんかさ、でっかいの急にさ1回も使ったことないのに買うのって結構勇気じゃないですか。ただこちら、これもね最近買って使ってるんですけど、すっごい気に入ってます。3のシマリンググローデュオも好きなんですけど、こっちの方がなんか色もね、なんか馴染む系な気がしますね。なんだろう、なんかちょっとベージュっぽい色になってて、本当に白浮きもしないし、ツヤもすごく綺麗に出ます。でこっちのチークもすごいいいし、質感が良いですねこれ。デパコ鈴木さんにもおすすめしたいプチプラコスメに出会いました。おすすめです。このチークも使っちゃおうかな。と今日は可愛らしい感じに目の下目にカラコンとかも入れちゃおうかな。なんか天井も高いし、すごく幸せを毎日かみしめてて、あ頑張ろうっていう気が湧き出ているので、すごいたまたま出会った物件なんですけど、結構天井高いとさ、クーラーが効きづらくて寒いとか、あとなんだ打ちっぱなし系、結構私の家も天井が打ちっぱなしだったりするんですけど、鏡に反射して映ってると思うんですけど、こんな感じの天井でおしゃれなんですけど、そういう打ちっぱなし系って寒いらしくて、冬だからそういう冬は寒くて夏は暑いみたいなそういう感じで機能的にはちょっとおしゃれだけど不便だよねみたいなところもあったりするから、結構ギリギリまでこの家にするか本当に悩んでて。引っ越しってさ、私結構毎年しちゃってるけど、そう毎年するもんじゃないし、ちょっとここに長く住むぞっていうところに次は引っ越したいなって思っていたので、じゃーん、ちょっと今開けました鏡として使い思っていたので、すごい悩んだんですけど、前回引っ越した時は本当1日でねパパパって決めて、待って眉毛がボンボンすぎてびっくりしちゃった。ここら辺とここら辺を今剃りました。本当に剛毛なんだよね。描きました。これほんと描きやすいんだよね。パリスブローセーザンヌ使います。ローズ&ブローパウダー。でもこっちに引っ越してきてから外にねちゃんと出てないんですよ。なんか早くとりあえず荷ほどきしたり環境整えないと落ち着かないじゃないですか。だから一旦落ち着こうと思って頑張って、結構お家に引きこもって荷ほどきしてたので、まあ、お姉ちゃんがね来てくれたりとかして、こう結構お家の中にいても気分転換になったりとかしていたので、そんなにねずっと引きこもっててみたいな、誰とも喋ってないですみたいな感じではないんですけど、はい、今日からお外デビューしますお外デビューって言い方を切る。なんかずっとないないと思ってたらバッグから出てきたの。キスミのヘビーローテーションカラーリングアイブロウのアッシュブラウン使います。ずっとマイクロタイプの方を使ってて、こっちがねなんかどっか行っちゃったなーって思っていたんですけど、よかった出てきて。引っ越しして結構お洋服とかコスメとか周りのみんなにあげたりして、でもう古すぎるコスメとか売買したりとかして、結構ねすっきりしたので、こっちの生活ではね新しいものが試せたりとかするんじゃないかなっていうことでワクワクしてます。トゥークールフォースクール使います。はい、こんな感じで。も今までは駅まで30分かかるお家だったし、本当にあとね外の音が本当に入ってくるの。工事とかもうるさかったし、ずっと人の声とかも入ってきてて、あと結構叫び声とかねいろいろあったので、落ち着いて動画が撮れる。静かじゃない？今までのさ、こう雑音が結構ないと思うんですけど、わかるかなアイシャドウがねリクションじゃーん、こんな感じ。チーク2つと4つアイシャドウなんですけど、アイシャドウも結構柔らか系の色とか、すごく使いやすそうな色のパレットになってます。こんな感じのアイシャドウパレットです。ここのね色もめっちゃ可愛いね。まずじゃあここの明るいカラー取って、オレンジから使います。はい、こんな感じしたら目の下ここを取って、このねピンクも可愛いですね。見て、発色いいけどベタってつきすぎなくてグラデーション作りやすいです。したら目の上にも同じピンクをちょっとだけふわっと外側につけます。よし、こんな感じ。ここの黄色からここのカラーを真ん中に、なんかそこまでこうギラギラしてないから上品で今っぽいですね。ラメが一番濃い色を使います。ここのカラーを使います。私は目の下が濃い方が埋もれるタイプです。もうちょっと目の上濃くしたいので、こことここを混ぜてもうちょっとこう濃くします。でちょっと目の下にこれをねえ、今なんか素敵なヒースから素敵なものが届いて、じゃーん、見て私買ったんだけどQoo10目代わりでヒースさんが送ってくださいました。しかも同じ色のパレット2個になっちゃった。よくあるんだよね、こういうこと。ナーズでもよくあるの。自分で買った後にナーズさんから送られてくるのはい、アイメイクできました。でも嬉しい。早く使いたい、ヒースのコフレも。そしてこんな感じでめっちゃ可愛いよね。このアディクションのアイシャドウパレットは絶対に可愛いことは間違いないって分かっていたので、もう何の迷いもなく買いました。でもこのパッケージがちょっとね、おしゃれすぎて一周回ってちょっと怖いかなっていうね。お姉さんがすごい見てくるようなまあ好みが分かれるパッケージかなと思うんですけど、まあ中身こんな可愛いので買って損はないと思います。迷いに迷って、このねトリオリップがすごい可愛くて、どっちも可愛かったから欲しかったんですけど、結構ねアディクションのリップ第1弾の時でも買ったりしてて、買いすぎかなっていうことでどっちかにしようと思って1個選んで買ったんですよ。アディクションのミニリップトリオのストーリー・オブ・ライフっていう方をゲットしました。こんな感じのもう1個の方も可愛かったんだけどね。みんなどっち買いました？はい、こんな感じでちょっと紫っぽい感じのリップのカラーと、真ん中がグロスタイプのやつですね。で一番左がブラウンっぽくて、この色が可愛くてゲットしました。めっちゃ嬉しい。これもずっと使いたかったですよ。第1弾の方のリップもすっごい使ってて、めっちゃ気に入っていたので、こっちも好きじゃんっていう感じだったんですけど、まずこれ017番、これは既存色なのかな。でも私は持ってない色、ザ・マットリップリキッドミニ 107S、 こっちはシアーマットの方ですね。最後アップにするね。シアーマットなのでちょっと透け感があって、ブラウンだけどそんなにこうガツって感じじゃないから、この色よりは多少薄く見えますね。これグラデーション使っても絶対可愛い。そして最後この不思議なピンクラメがぎっしり詰まった色ですね。ちょっと柑橘系のいい香りするかも。そんなに匂いきつくないので、匂いついてるの嫌いな人でもいけそう、はい、最後はもう本当にベースカラーは透明でピンクのラメって感じですね。はい、3つ出してみました。こんな感じ。ちょっとここ見えにくいけどかわいいね。もう芸術。ちなみにこの透明な方はこんな感じでピンクのラメがぎっしり詰まってます。見えにくいけどラメがねキラキラってなるとピンクっぽく光るのがかわいいです。かわいい。そして乾くと落ちにくいというね、017番塗ります。かわいい。これすごい好き、今の気分ですね。ちょっともっとがっつり塗ればもっと濃くのせれると思うんですけど、今日はこれを上から重ねてブラウンプラム系にしたいので薄めにのせて、うん、かわいい。こんな感じになりました。でマスカラも塗りたいんだけど、まずとりあえずこの広いメイクのベース使います。なんか日々新作コスメをね試してるんですけど、もうなんか気に入ったコスメをさ、もっとリピートして毎日使ってウホウホしたいんだけど、ウホウホしてる暇がないぐらいね、どんどん新しいコスメが自分もね買うし、プレゼントしていただいたりもするし、本当にねなんかこう1個の商品をめでるっていうことがなんか時間がなくて、もう次から次へとさコスメが誕生してくるから、さあ悩みですね。それが幸せななんか一つの気に入ったコスメをめでれない、なかなか。だからさ、本当はさアディクションの4色パレットとか、あとSUQQUのさクリスマスコフレとか、SUQQUのあの定番のクリスマスじゃないアイシャドウパレットとかもうハマってるからさ、もっと日々使いたいんですけど、なんかせっかくこれもこれもこれもあるし使ってみたいし、みんなに紹介したいしみたいな感じで、どん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 さ、もう1回紹介したらもうなかなか動画に次出すの遠のくっていうぐらい、すごいこうコスメがどんどん移り変わっていくから、もうめでたいのにさもっともっとこう定番コスメもそうだし、昔のコスメとかお気に入りのやつとかもどんどん使いたいんだけどねえ、これがなんだろう、美容系の楽しいところであり、もうコスメ好きとしてはね、底見させたりとかさ、これが好きなんですってこう見せた時にさ、減ってたいじゃないですか。あ、本当にかやさんこれ好きなんだなってさ思ってもらいたいし、減ってたいんですけど、なかなかね、1個のやつをいっぱい使って減らすっていうところまで気に入ってても、なかなか順番が回ってこなくて、もどかしい日々でございます。今日すごい漏れてる気がするっていうか、すごいね、同じカメラだしさ、照明も当ててないしさ、こんなに環境の違いによって、なんかちゃんとさ、今まで肉眼で見えてる色と結構こう黄色くなっちゃったりとか、実際に見てる色よりもなんかこうだなみたいのがあったんですけど、この家はもう同じように見えるから嬉しい一応もうね、今日着よっかなと思ってる服に着替えてるんですけど、でも3ブランドぐらい今日は回るんですけど、結構ファッショナブルなブランドもあるから、ね、ちょっとピシッと引きたいと思います。お気に入りのこれね、すごく描きやすいのたまたま買ったんですけど、ルミアグラスのスキルレスアイライナー05番、これがすごく描きやすくて、ルミアグラスっていうところ初めて知ったんですけど、キスミーヒロインメイクボリュームアップマスカラウォータープルーフを最後に使います。もうすでにキスミーの下地だけでボリュームあるんですけど、ちょっとこれ超長い動画になりそうだね。メイク動画でもすごい喋ってるし、 Vlog もくっつけたら大変なことになりそう。でも早く引っ越してきたからさ、どんなお家なのかとかさ、こんな感じですっていうのも絶対みんな知りたいよね。ちょっと今日から通常運転でいっぱい動画出す予定なので、やっぱ3日空けるとさ嫌だよね。2日ぐらいでどうすかって、1日2日でどんどん出していきたい。下まつげがすごいこっち調子よくないなんかこっちより長い。ちょっとせっかくだから、このセザンヌのチークの上からこのちょっと薄めの方のチークを重ねてグラデーションっぽくしておきます。結構韓国コスメのチークがね、ニュアンスメイクみたいなのにすごい使いやすくて好きだったんですけど、結構アディクションとか、あとSUQQUもね、なんか薄くて絶妙なさ、これチークなのみたいな色とかニュアンスチェンジ系のチークが最近デカコスでもすごい多くて、重ねチークが楽しいですよね。最後リップグロスを忘れずに塗りましょう。こちら結構私最近グロスもね、マスク関係なく塗っちゃってるので、めっちゃ可愛い。一気にまた雰囲気変わる。これは買ってほしい可愛いです、すごい。じゃあちょっと髪の毛整えて、お洋服とかも軽く紹介して終わりにしたいと思います。Vlog 載せようかくっつけようかくっつけまいかめっちゃ迷う。長くなりすぎなのかな、まあいいな、じゃあねはい戻ってきました。ちょっとピアス違うかな、もうちょい柔らかいピアスの方がいい。髪の毛がもわもわ系なのでシンプルなアクセサリーにしようかな。こちらで今日のメイクが完成です。イエーイ。調査ヘア的な感じの、一本結びにしてみました。もうアディクションも春コスメがね、発売1月かな、もうどんどん春コスメ情報が解禁されていて楽しみなんですけど、はい、こんな感じでクリスマスコフレを私は未だ楽しんでおります。みんなはこれゲットしたかな。結構今回このアディクションのねパレットとかも人気だったみたいで、使うのを待ってますっていう感じでね DM いただいたりとかしてたので、このタイミングになっちゃったんですけど使ってメイクしてみました。感想はですね、ものすごく可愛いまあ分かってたことなんですけど、本当にねこのパレット使いやすいし、多分誰にでも盛れるんじゃないかなっていうぐらいものすごく可愛いです。はい、という感じで今回は新居バージョンの GRWM を撮ってみました。ということで行ってきまーす。バイバーイ。No sleep, my veins run dry, I'm empty. I can't see, I'm blinded by this concrete. I should call you, see what you've been up to. I've been wondering how far did you go in 7 months. I bet you're happy and don't think that much about me. Here I am alone, how to move on without you. Your irony, just smile wide, 'cause I got everything I need but not what I wanted, 'cause I just wanted you. And if I could, I'd leave the city too. I don't blame you. And I should call you, see what you've been up to. I've been wondering how far did you go in 7 months. I bet you're happy and don't think that much about me. Here I am, not known.